五番街にある本店香港にある店舗ティファニーは世界的に有名な宝飾品及び銀製品のブランドである。1837年9月18日にアメリカで創業され、今日ではロンドン・ローマ・シドニー、東京など世界20カ国にブランドショップを持っている。現在はフランスの企業グループである LVMH に属する。日本ではクリスマスなどの贈り物として、 オープンハートのペンダントが人気である。また、アイテムとしては、マイナーな部類に入るが、テンプルパーツの交換で多彩な表情が楽しめる、サングラスも展開されている。発売元は、レイバン、プラガなどと同じミラリジャパンである。1837年9月18日に、チャールズ・ルイス・ティファニーとジョン・ビー・ヤングの二人は、ティファニーの前身である、ティファニーヤングという会社を設立した。 一番初めの店は、ニューヨークのブロードウェイ259番地に置かれた。この店は、当時一般的な自家でなく、各商品に値札を付け値引き交渉に応じないという、当時としては、革命的なポリシーを貫いており、文房具や装飾品などを扱っていた。1848年フランスでの2月革命発生に、伴い、貴族から重要な宝石を買い入れ、 宝石事業に進出した。この事業が大成功し、アメリカ第一の宝石商という現在の地位につながる。1851年に、ニューヨークの銀採掘士、ジョン・シー・ムーアの事業を買収し銀製品製造を開始。アメリカ企業としては初めて、スターリング・シルバー基準を適用した。1853年、チャールズ・ルイス・スティファニーは、会社の全権を握り、社名を 今のティファニー &CEO に解消した。そして本店の入り口にはギリシア神話の巨人アトラースに支えられた大時計が設置された。ティファニーブルーと呼ばれるカンパニーカラーを初めて使用する。以降時計事業にも進出しスイスに工場を設立する。1877年に南アフリカのキンバリーで発見された287.42カラットの イエローダイヤモンドの原石を1878年1 18万8000ドルで購入、ドクター、ジョージ・フレデリック・クンツにカットさせた。このダイヤは128.54カラットの有名なティファニーダイヤモンドとして本店に展示されている。1886年ダイヤモンドが最も美しく輝くセッティングとしてティファニーセッティングをデザイン。 ラウンドブリリアントカットのダイヤモンドを6本の細い爪で支える縦爪のセッティングで、これは現在のエンゲージメントリングなどで主流とされている代表的なものである。1967年にタンザニアで発見された青色のゾイサイトをタンザナイトと名付け売り出した。タンザナイトの産出は年々減少している。本店は1940年にニューヨークの5番街。 57丁目に移転した。この店は、オードリー・ヘプバーンが主演した映画、ティファニーで朝食をのおかげで、観光名所の一つとなっている。2007年12月、スウォッチグループは、今後20年間にわたってティファニーが扱う時計に、関して、戦略的な提携を行うと発表。2008年に合弁を開始したが、2011年末に、わずか4年で提携を解消した。 2015年、新たな腕時計のコレクションの発売を開始した。新たなサービスとして2019年1月9日以降に、新たに購入された全てのダイヤモンドリングについて、個別登録済みティファニーダイヤモンド一つ一つの、原産地情報店舗、またはティファニーカスタマーサービスにて提供を開始した。この情報は近日中に、ティファニーダイヤモンド鑑定書に記載されるようになる。 原産地の名記により責任ある資源調達を行っていることを世界的に確約すると同時に2020年までには個々のダイヤモンドのカットや研磨といった製造工程情報の公開も予定している。2021年1月7日 LVMH による買収が完了しその参加ブランドとなった。ティファニーは幅広い品質と価格帯の商品を取り扱っており、 そのことでショッピングに夢を与えている。例えば、ティファニーは赤ちゃんや少女向けのギフトといった商品もラインナップしているので、13歳の誕生日にティファニーの銀のペンダントを手に入れた少女が、18歳の誕生日にはもう少し上のランクのエンゲージリングを手に入れるということが可能なのである。映画、ティファニーで朝食王の中でもヘプバーンが10ドルの 品物を買うシーンがあり、老天員の粋な応対が見物である。日本のバブル期には、後に経営破綻した、日本の不動産会社、第一不動産が、同本テンビルを買収したことでも話題になった。ティファニーのカンパニーカラーは1837年から使用されている、ティファニーブルーであり、商標登録されている。この色は、コマドリの卵の色から来ている。 NFL の優勝戦スーパーボールのビンス・ロンバルディトロフィーや、ワールドシリーズのコミッショナーズトロフィー、NBA のラリー・オブ・ライエントロフィー、MLS カップ、全米オープン、ナスカースプリントカップシリーズの優勝トロフィーだけでなく、ワールドベースボールクラシックの優勝チームに渡された、純銀製の優勝トロフィーは、同社が制作したものである。また、日本プロ野球のセントラルリーグ優勝トロフィーや、 サッカー J リーグカップの優勝トロフィーも同社制作のものである。また本社を置くニューヨーク市の野球チームニューヨークヤンキースのロゴタイプをデザインしたのも同社である。マラソン大会への協賛も行っておりサンフランシスコで行われるナイキウィメンズマラソンや2012年より名古屋市で開催されている名古屋ウィメンズマラソンといった大会に感想賞を提供している。 ティファニー& CO、CO& スウォッチグループエンド i アエンゲージメント、ファッションユナイテッドハット、ダイヤモンドプロベナンスティファニー &CO、www.tiffany.com。2019年8月15日閲覧。LVMH コンプレッツザーアクイジションオブ、ティファニー &CO、グローブニュースワイヤーハットしかし、日本では、銀座本店が2007年8月、 約370億円でゴールドマンサックスグループに引き取られ、ティファニーはゴールドマンとコンテンビルの長期貸借契約を結んで営業を継続している。1906年にはニューヨーク産紙にこう書かれている。ティファニーにはどんなにお金を出されても決して売らないものが一つある。ただし顧客が商品を買うと無償で提供される。それはティファニーの名が冠された箱である。 責任を持って製造された製品が中に収められていない限り、その箱をお店から持ち出してはならないという創設以来の厳しいルールが貫かれているからなのだ。ありがとうございます。